その上連予言っていうのは前も申しましたように指令なんですけど、うちからの命令のこと、上連予言っていうのに、他の人の予言はちょっと違うかな。なんでかいうと、他の人の予言はうちからの命令やねん。一緒か。だから予言が当たらんってことは、うちからの命令を守ってないねん、君らが。ただそれだけやねんな。だって、ただそれだけちゃうで、君らが回避できたんでしょ、うちからの命令を。だからそのノストラダムスとかのご答弁のこと褒めてあげなさいよ。あとヤン・アンデルセン、プログレッシブバンドの、プログレッシブロックバンドのね、イエスのね、うちからの命令回避できてんから、あの人らのおかげでみんな。まあそれはいいとしても、今県のね、うちが今マイブームなのかな、アメリカ合衆国の末路。 面白そうでしょ。アメリカンロックのコピーバンドもやってましたけど、やけど、それとこれとは別やからね。なんでかってさ、なんで民謡がこんなロックになったんやろうと思って、アメリカのね、アメリカ大陸に集まってた民謡がなんでロックになったんやろうって不思議やって。ロック聞く前は、だってロックなんて聞いてなかったもん。日本の音楽聞いてたし、で、民謡を聞いてたもん。ロックはその後に聞いて、なくなってるんかな。まあ、それはいいか。だから、大塚文夫さんの後、高橋ちくさんの聞いてな。あれ？と思って。こんな感じのなんか聞いたことあると思って。あ、ロックやと思って。ちょっと変わったルートかな。うちのな、ロックへのたどり着き方。まあ、それ置いといて。知ってたよ、ロックですのね。聞いたことあるっていうレベルに過ぎなかったけど、ロックはね。うちの世代が珍しいかな、うちみたいなね。日本のポップスは、ポップスというか、聖子ちゃんとか好きやったよ、やたら。口ずさんでたもん、小学校の時。で、天王寺で一人で遊んでた時も、小学校の時。歌いながら遊んでたもん。だから、化粧品屋さんのね、お姉さんたちとか、ね、なんか、いつも手振ってくれたし、熱帯魚屋さんのおじさんたちもね、いつも泊まってくれたよ。小学校の時に、天王寺で一人で遊ぶのみたいな。くみくみ。まあ、それはいいとして、地下な、細かすぎる、アポロの地下やったかな。アポロちゃうわ、天王寺センタービル。もう今、ミオに名前変わってるけど、ミオやって。アベノハルカスとか。 どうすんだよな、じゃあ、菅さん、どんな、何なんだろう、カス。菅のガースか、そうか、そうか。ただそれだけね。さあ、ネタは置いといて。アメリカのね、アメリカに関する予言、大変ね。以上。